TV。 どうも10日ぶりです。10日ぶり、いや2週間ぶりか、2週間ぶりの TBTV です。イエイ、どうもおはようございます、おはようございます、こんばんは、こんばんは、こんばんは。椿に会いに来たけど、残念ながら椿は今日はいません。あ、椿は上で伝票整理してます。はい。X シリーズ来週発売。確かに、確かに発売です。はい。おなごはよ、おなごはいません。伝票ビッグランド、伝票、伝票、伝票じゃないか、リーグの集計してるんだ。今日は安定の回数ありがとうございます。 TB さんが次の天皇ですか。勘弁してくださいよ。先日トークアップお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、修二さん、そうですね、今練習してますよ。さあね、先週は忙しかったです。はい、遊んでるか遊んでないかわけのわからないような忙しさでしたけど、非常にダーツプレイヤーとしては、まあダーツプレイヤーじゃないな、ダーツおじさん、ダーツおじさんじゃないな、ダーツハゲ、ダーツハゲとしてはですね、1週間丸々楽しめましたね。ティトカップからのフィルテーラーに IE の、東京ダーツマスターズ行きの、そして、打ち上げ C の選手と IE のみたいなんですね。はい。PDC 完敗でしたね。まあ、完敗。まあ、当たり前っちゃ当たり前ですね。やっぱ、すごかったですね、やっぱ。レベルが、やっぱ違いましたね。残念ながらですけど、まあ予想はしてましたけどね。皆さん見ました？見ました？ジパング、世界とは想像以上に差があったね。去りましたね、やっぱ。はい。お、マヨンヌ。マヨンヌね、俺最初わからんかったんですよ、マヨンヌと。マヨンヌが俺の隣で応援してて。で、なんか、こう、キラキラ、キラキラした目で俺を見上げてたので、なんか、えらかわいいなと思って。知らずに、こう、なんか、なのに結構、ポン、カンカンカーンって話してくるんで、まあ、なかなか、でも、どっかで見たことある、どっかで見たことある、どっかで見たことある、みたいな感じで、うちのスタッフが、社長、マヨンヌですって。あ、マヨンヌ、この子。そうそう、マヨンヌやんと思って。そんな感じで、はい。TV すごいいい席で見てたでしょ。そうですね、いい席でしたかね。あのユニコーンの席なんですよね。でウォークインがあって、右側が一般の方で左が招待席で、ウォークインのもうテレビの一番、テレビがもう絶対集まる、テレビはそこで見るところ感じですね。はい。お触りした、してませんよ別に。はい。ロボが人間に見えた。そうですね。まあちょっと悔しかったですけど、まあでも言うても相手世界一位ですからね。あ、1日目の成績。ああ、こんな感じだったんですね。まあ100超えてないですもんね、世界の人たちは。まあ、しゃあないですね。まあ、スタッツで10以上差があるんで、まあ、しょうがないですよ。まあ、あと20年ぐらいして追いつけばいいんじゃないですか。20年かかるでしょうね。日本の野球ですら100年かかって追いついてないですからね。はい。日本のサッカーとか言ったら、また、まだあと30年ぐらいかかるじゃないですか。はい。チノ君頑張った。サンレク取れたの。そうなんですよね。ギャリーの子供めっちゃ可愛いっすよ。めっちゃ可愛いっす。ヤンマの息子に期待しましょう。そうっすね。はい。あ、上海でもロイデン1レッグ、ポールリム3レッグ。でもですね、もうこんなこと言ったら悔しいですけど、もうアベレージ全然違いますよね。2日目以降のアベレージと。2日目以降のアベレージってある？ちょっと見せて。
あ、もう全然違いますもんね。はい、全員もうほぼ100超えですからね。はい、ゲイリーとかギャーリー、僕昔ゲイリーって言って怒られましたんで、今ゲイリーってギャーリーって言ってますけど、僕もよくわかんないです。100を超えたらすごいですね。やっぱ100を超えたら、でも100を超えてあくまでもアベレージに並んだだけなんで、本番で彼らとやったら果たして100出せればいいですけど、出せるかったら出せんでしょうね。だから浅田聖吾はまあ調子のいい時に93とか4とか出したところで、93、94というのは彼らのもう本当にリラックスした状態での、集中しあまりしてない状態で93とか94ですので、集中して気合入ったらもう100は軽く超えてきますんで、そう考えたらやっぱ差ありますね。はい、やばい、やばいですね。本気と遊びの差、いや本気と本気の差だと思いますよ。はい、本気と本気、あ、遊びの差っていうのはそうですね、ちょっと遊びじゃないけど、やっぱリラックスして投げてますよね。あんまり集中しない感じでしたね。アンダーソンでいいんです。はい、1試合で9打数2回とかやった人いますみたいね。村松 VS、 あ、村松浅田の試合見ました、見ました。いい試合だったですね。まああれが今の日本のベストパフォーマンスじゃないですか。はい、だからあれよりもギアがワンランク上ですからね。はい、怖いです怖いです。 TV 今日も書く、ありがとうございます。日本語発言だとゲイリーですよね。はい、僕もそう思います。すいません、ビールください。あ、ビールハイボールにしようかな。はい、ということで、あ、あ、ケーポンの、ケーポンの嫁、奥さん、今綺麗ですよね、村松のフォーム。村松選手フォーム綺麗。浅田選手セットアップの位置だいぶ高いですね。手首のちょっと上ぐらいで構えて、あの、合わせてる感じですね。そういやパルキ、パルキいましたね。パルキって横浜の人ですよね。あ、横浜じゃないか、東京だ、東京の蒲田とかそこいらだったと思うけど。これは決勝じゃないですよね。この村松くんのフォームあまり見たことないですけど、綺麗ですよね。弾くんですね、ちょっとピッて。ロボもよく見るとこのフォームでよく入るね。いや、いいフォームですよ、西洋のフォーム。はい、これはライジングさん、あ、ちょっと分かんないです。あ、こんな感じじゃなかったですかね。綺麗ですよね、村松選手ほんと綺麗です。なあ、180回転対回転、あ、2人とも回転なんですね。でも浅田選手、俺この試合見たんですよ、 DVD で、あの9ダーツで。浅田選手やっぱり強くなりましたね。前みたいな、そのなんていうんですかね、こう結構ネームバリューの高い選手とやるときって、浅田選手ってこうキョロ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 して落ち着いてない感じするんですけど、やっぱもう俺の方がうめえんだよみたいな感じで飲んでかかってますよね。もう2年前の浅田選手と全然違います。2年前はもう山田とかが相手だったら、ちょっともうそわ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 して、こう目がこう左右に動いて、重心が右に左に右に左にって落ち着きがない動きをよくやってたんですけど、後ろ向いたり横向いたり。それがですね、この間の試合見て、
村松選手だったらちょっとビビるんじゃないかなと思ったけど、全然堂々としてましたね。もう本当自信なんでしょうね、もうね、余裕な感じですね。はい、藍園が育てた、確かに藍園くんありがとう、浅田聖吾を育ててくれて、はい、自信ですね多分。はい、昔そうですね、昔もうまかったんですけど、今みたいになるとは思わなかったですね。やっぱ河口さんもちょっとバレル作るとき悩んでましたもんね。浅田聖吾はもうちょっとスナップテイクバック使ってほしいって前言ってましたもんね。前ビターッと止めて投げてましたもんね。はい、はい、あ、すみません、乾杯乾杯。河口さん悩んでました本当に。浅田聖吾このままじゃちょっと壊れるかもしれないね。でもその後コウキさんが教えたわけで、まあちょっとコウキさんも教えてましたけど、スナップの使い方を。あれからですもんね。乾杯 KP。 藍園の後真後ろで匂い出したら怖かった。俺あんまり覚えてないですけどね。いやこれね、こあどうもこんばんは、飲みます。あ、校長先生にちょっと挨拶したらですね。どうも、こんばんは。はい、今日も見守ってください、TBTV を。女神とちょっと儀式を、いつもの儀式。ということで、さあ、いよいよですね。今度ですね、皆さんエントリーしました、来週の西九州大会エントリーしてます、してくださいよ、フェニックスカップ西九州。もうやっぱり俺思ったんですけど、この間ティトカップ出て、やっぱダーツトーナメントめっちゃ楽しいっす、やばいっす、ダブルスいいっす、やっぱダーツトーナメント楽しいっすね、やっぱこれは、はい、楽しいっす、楽しいっす。でそのフェニックスカップで僕のパートナートリニダードフィールドテスター田畑くんに来てもらってます。田畑さんどうぞ、なんか撮れてますよ、うん、何か、こんにちは。なんでそんな可愛いんですか。え、いや今日は可愛く、あ、椅子大丈夫ですか。ちょっとギシって言いましたね。大丈夫ですか、大丈夫ですか、椅子大丈夫。あ、いや大丈夫と思います。入らんやん、はい、いやギリギリ入ってますね。ちょっとやばい、いや、やばいですよこれ、はい、椅子もっとでかいないと、はい、もうギシギシですけど。ちょっと怖い。あのパイプ椅子の方がいいかなと。いや、パイプ椅子の方がいい、パイプ椅子にしたら、いや、ちょっと低い。はい、低いですね。ここが入らんった。はい、ちょっと入り口が、はい、うわー、すいません。え、長崎の、はい、ま、長崎のですね、ドッグパウンドを経営されてる田畑さん、はい、よろしくお願いします。なんと田畑さんダーツもうまいんですよ、フィールドテスターで頑張ってます。で、なんと元相撲取り、知ってました、はい、あ、相撲って知ってんですね。横ほんと外れます、これ、はい、やばい、ちょっとやばい、やばい、やばい、マジやばい。ちょっとお尻に、なんか、はい、なんか持ってきて、椅子、はい、この椅子が入らん、はい、これ相当ワイドよね。あ、そうですか。あ、帝王閣修司、はい、すごい、かっこいい。実家が大鶴っていうところで中華料理で、あ、有名よね。はい、で大鶴ってあれよ、長崎のあそこやろ。はい、新地にもある、新地にもあった。はい、で親方が北天佑の点を取らせてもらって天王閣なんですけど、はい、16勝19敗やったった。そうですね、途中で怪我して、怪我した、はい、で半年ぐらいは入院と通院とで、
ほう、誰と同期、有名どこは、有名どこ、タマースカとか今はもういないんですけど、タマースカ、ちょっとコトミツキとか、コトミツキ、あの賭博で、うん、はちょっと年下になるんですけど、はい、後輩ですね、後輩だ、はい、相撲の世界大変、大変よね、そうですね、1年目はめっちゃ大変、いじめられた、めっちゃいじめられましたね、うそ、はい、でも次からはなんかいじめる方というか、いじめられといじめられるみたいな感じなんで、怖い、あ、変えていいですか、すいません、朝青龍どっち、先輩、朝青龍は自分の1年後輩です、はい、え、朝青龍の今日怖い、あ、入った、ちょっと入る、大丈夫、ちょっと3分の1ずつぐらいこう出てますけど大丈夫、はい、はあ、1年後輩です、ね、さあ、ということでいきなりクイズいきますか、クイズ今日はごっついのいきますよ、フィルテーラーサイン付きのフェニックスカード、ダミダメ、これいいですよね、フィルテーラーサインはね、めったにもらえないですよこれ、じゃじゃじゃーん、これはやばいです。もう必死な思いでもらってきたんですから。フィルテーラー。ということで、この田畑選手の現在の体重。田畑選手の体重、すごい、それ椅子はみ出す体重、そうですね、一番近い人で同じだった場合は速い方か見しちゃダメですよ、はい、手もあ、いいです、いいです、おー、中井さん見したら、はい、わかりました、おー、あ、もうリアルな体重です、はい、もうリアルな体重だそうです、はい、そうですね、昨日健康センターで測ってきたそうです、健康センター今日のために、はい、これはごっついぞ、さあ正解出るのか、フィルテーラっすよ、もうフィルテーラー、あー、自分欲しいです、正解来ました、回答はどのタイミングで終わらせますか、締め切りをね、締め切り、もう締め切りますか、じゃあ、あと10秒、19876543211、はい、締め切りました、正解、ドンピシャいる、ちょっと今修二さん、愛知から見とるよって、あ、愛知、もう自分県外ずっと行ってて、あ、そっか、物産展で、物産展で、はい、で回ってて、で愛知の人もこの前お店を出したところがあるんです、ちょっとじゃ子供さんが結構うまくて、うまくて、はい、で今ジャパンプロになってるみたいです、はい、子供がジャパンプロ、そうですね、でなんか子供のためにお店出したみたいな、お父さんが言ってて、いいな、お父さんパパ、はい、すごいな、緊張しすぎですね、緊張しすぎ、緊張しようと飲みますね、うら、これぐらい、いや、こういう麦茶、それ、はい、麦茶です、はい、緑茶ですね、緊張し、得意技何、相撲の得意技は、得意技、四つ相撲で投げる方が多かったので、そうね、結局怪我した、そうですね、あの土俵際でちょっと本場所中にこう、うん、180キロぐらいの人が足に乗ってきて、うん、踏ん張ってる足ですね、うん、ああ、でも本場所中にちょっと運ばれて、はい、もうそれでもう靭帯とか、もうあの十字靭帯って膝にあるんですけど、後十字前十字って、それが3本、前が2つとも切れて、後ろの1本しか残ってない、じゃあもう反対向いた感じ、もうはい、逆向いてました、いや俺これね、本当たまらんよ、
逆向いてる。俺も膝割れたことある。本当ですか。でね、膝割れて、はい、要するにここ筋肉と筋肉が引っ張られて膝バラバラになったよ。はいはい、筋肉と筋肉が引っ張られておけん、こう、うん、バリーって、膝がね5センチぐらい間があるわけよ、膝と膝の割れた隙間でもう引っ張られてこう、はいはい、でも皿がもう天神、福岡の天神で割れたんやけど、はいはい、天神中で何してたんですか、自転車あ、自転車で天神中に響き渡る声で15分ぐらい騒いで回っとったけどね、ギヤーって言ってほんとマジ痛かった。鉄砲は1日何回です。はい。あ、はい。回答は、うん、正解は大丈夫ですか。はい。正解は、うん、134キロですね。リアルです。134キロです。今日の今朝測りました。今日朝測ったんです。本当に測りました。そうなんです。止めてば、止めてば膝、あの膝じゃなくてさらわったら200円罰金ない。あ、そうなんですか。そうだから俺膝割れた時罰金200円払ったけど、あ、自分はどうしたらいいんですかね。どうしようかな、ちぎれたけどね。ちぎれたけですね。450キロぐらいでも、でもでかいよね。そうですね、多分ダーツで一番でかくなりたいです。でもダーツでね、でかい無理やね。あ、無理ですか。沖縄におるもん。あ、そうなんですか。沖縄にも、沖縄何くんやったかな、あの子。うん、誰だっけ、あのダーツうまい、そう、その子が180何キロあるっけ。正解者がいますけど、はい、近い方で早い、なんか何人か同じ、あ、同じ数字がおったと、え、近い方です、ぴったしなんですけど、大好き、ゆうゆうさん132キロおめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ウルテーラのカード、あ、渡したよね、カード渡した、え、はいはい、どうぞ。一番ゆうゆうさんが同率だったんですけど、ゆうゆうさんが一番早かったそうです。ゆうゆうさん初、体気をつけてってよ、体、はい、今回2回目です。うん、ダーツも重量戦にした方がいい、確かになんちゃってすごいですね、サトピョン、サトピョン、シト、はい、サトピョン、いやもう自分毎回見てますこの番組。あ、見てはい、見てますで、なクイズ送る、いや送らないですけど、こう YouTube とかでは見ます。ニコ生も結構見てました。あ、そうですね、はい、リュウジさんリラックスしてってよ、画質上げすぎて重い、あ、画質上げすぎて普通に重いですよ、すいませんね。さあ、なんか CM なんかあります、なんか、はい、動画をどうぞ。じゃじゃじゃーん、はい、これいいっすよ、これ、これ一回投げてほしいですね。まあいつものことですから、ティートショップに行って投げてみてください。投げてみる、投げてみたい、あ、大丈夫ですか。大丈夫、いいよ、ごめん、ダーツセッティングしてくれる、はい、かっこいいっす、形かっけ、かっこいいっす、はい、そうそう、くぼみ、はい、くぼみに指を挟む必要ないですよ。くぼみにもボコって出たところをパッとそこに持っていけば、そこがバランスで、そこがグリップなんで、もう目をつぶっても分かるところにバランスがあります。で、山田裕貴も投げて、この間投げてもらったんですけど、山田裕貴はグリップがきちんとなりすぎて、なんか、うん、あの自分はどっちかって言ったらきちんとならない方がいいんで、僕はちょっときちっとなりすぎてちょっと怖いですって。あ、こっちあるよ、何が、ティップ
あ、ティップあるある。指はめなくていいの。指はめなくていい。あの本当にそのボコッと出たところにもう手を添えるだけでもそこが重心やから、なんか同じように投げれます。教えて TV の時から変わったね。あ、そう、そう教えて、はい、出たよね。2回出ました、出たよね、はい、出させてもらいました。タマツさんいつも変顔してるから面白い人なんですか。変顔してる、はい、変顔ですか、うん、してそれ、あ、もう一応変顔してるんですかすいません。ハマルドさん、そう、ハマルド当てたらしいです。はい。TV とどっちがうまいの？そりゃ食べたくないうまいですよ。めっちゃうまいですよ。投げて、投げて感想言って。はい。なんか持つとこ、なんか2カ所ぐらい。いや、1カ所、1カ所。そこってなったところ。あ、ここでいいですか。あ、なんか、きちっていきますね。きちっとくるやろ。はい、あ、なんかすぐゴメセブンの反対バージョンです。ゴメセブンはもう決めセグメント壊れそうです。でも優しいよね、投げ方。おお、うめえ。いいですね。もう大丈夫ですか。もう大丈夫。あ、もう別に投げなくていいかなって感じ、はい、いやいやいや、でも投げ込みたいですね。今は田畑選手何使ってんだっけ。今はあの社長と一緒のロッキー。ロッキー、はい、あ、ロッキー、あれなんで前ロッキーじゃなかったじゃん。前なんかちょっとストレートバレルを使ってたんですけど、フォクシアでロッキーが、はい、ロッキーがなんかしくりで、ロッキーよね、いいです、あれは。ああ、あれはやばいっす。俺本当バレルしょっちゅう変えるんやけど、しょっちゅう変えるっていうか、もう絶えずいろんなバレル投げようけ、もう何投げてもいいような体になってってしまってるわけよね、はい、もうだ何でも OK、 誰でも OK みたいな。やっぱり自分も決まる方がいいですね。ちょっとギシってギシってなるわけね、やっぱね、うん、俺は決まりましたよ。これ決まった、はい、投げ込めば全然投げれそうです。これいいよね、めっちゃいいよね。ロッキー田畑 TV に貼りでやめてください。福ちゃんみたい。 TV に寄り切ってください。やだ、女もな、その何が、そのハマるハマらないの話、どうでもいいですけど、長崎帰省の時修二さん勝負しに行く。あ、お願いします。ドッグパウンド、はい、見せてください。ドッグパウンド、さあね、ということでね、来ました、ドッグパウンドの場所。あ、いいよ。さあ今度のちょっと抱負、抱負これを優勝させてよ。もう絶対させます。させる気で今います。ああ、はい、そうなんだ、はい、ちょっと頑張ります。僕を優勝させてみたいな、はい、前回なんか城野くん、城野くんとはね、はい、ベスト8ぐらいだったね。そうですよね。そうじゃあその時のやつを電話して聞いたんですよ、城野くん、はい、ただもう結構社長も打ってくれるって言って。あ、そう、はい、だから結構そこまで苦じゃなかったけどっては言ってましたね。これ優勝したら得点とかないですか。優勝したら、優勝したら田畑君に、そう、優勝したら、はい、優勝したらじゃあもう一回 TBTV 出てもらおうか。あ、本当ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。絶対優勝しますじゃん、はい。TV が足引っ張ったら張り手から最近ね、結構ね、最近ね、俺今レーティングどんぐらい、今23、4ぐらいあります。24、はい、うまっ。それ優勝やん、マジ。はい、優勝します。はい、24、うまいね。はい、すげえ。そうなんや、すげえって。ありがとうございます。ね、めっちゃうまいですよ、田畑くん。すごいうまいです。はい。渋いでしょ、店。あ、でかっ。あ、これ、ちょ、これも出すんですか。これ誰？いや、自分なんです。子供の子、でかっ。2歳、3歳ぐらいですね。何キロあったの？これわかんないです。ちょっと、わかんないですけど、ちょっと、裸つながりでちょっと送ったんですけど。でかっ。使われると思わなかったです。
でかこの時までは可愛かったんですけどね。いつ頃から憎たらしくなってきた？もう小学校ぐらいですかね。小学校ぐらいで、はい、もうでかくなって。でかくなってきましたね。あ、でかくなったんや。でも 2,3 歳にしたらでかくなった。でももうこの頃もう小学校入ったら相撲取りになるよって言われたやろ。は初めて出たワンパク相撲だったんです、うんうんうん、それで3位2位2位か。え、長崎で。はい、長崎の県大会。県大会で。この時いくつ？この時は14歳です。え、まあ、中学に行ってました。で、2学期終わって3学期にもうプロの方に行ったんです。中学校に2年の時？ 3 年。いや、3年で、はい。14歳の時に3学期はまるまる出てないです。うわぁ。はい。すげえ。でかい。この時が一番出世って言って、うん、なんかそう新弟子の、うん、あの戦いがあって、うん、で一番出世っていうのが一番上でなんですけど、うん、それで一番出世になって。うそー、すげえ、はい、すいませんすいません、もう汗だくつ。はい。相撲のレーティングいくつ？相撲のレーティングはどのくらいなんですかね。20ぐらいですかねやっぱモテる。はい、モテる。あの大きい人が好きな人がいっぱい、やっぱり講演会とか行って、うん、はい、いて、はい、すごいね。はい、回しは洗わないの？洗いません。嘘、はい、さあ嫌な。もう天日干しですね、ほとんど。雨降ったらコインランドリーで乾燥機だけ。乾燥機だけです。でもその後は使いたくないですね。自分だったら使いたくないですね。なんか衣類を入れたくないですねその後。あ、はい、すぐね、はい、いやそれダメやろ。はい、だから専用のやつがありました。自分墨田区っていうところに住んでたんですけど、うん、やっぱりなんかお相撲さん専用みたいな、コイン一つだけあったんですけど、コインランドリー。最近でも相撲本当盛り上がってきたよね。そうですね。ねえ、はい、でも日本人が頑張ってくれたらなと。ねえ、はい、やっぱりモンゴル強いよね。モンゴル強いですね。なんで強いだ。意気込みですかね。意気込み。最初のやっぱハングリー精神。はい、今は結構ゆとりなんで。自分も多分ゆとりと思うんですけど。ゆとり世代だよね。はい、そうですね。あんまりその闘争心っていうのはちょっとないんやね。そうですね。自分はあったんですけどね。一番と思ってたんですけどね。一番と思ってたんだよね。世界広いよね。そうですね、はい。いやでもそうやもんね。でも最近ちょっと日本人も活躍しだした。あ、そうですね、はい、うん、そうね。どうやったらダーツうまくなるの？どうやったら、やっぱり投げ込むしかないです、うん、はい、投げ込むしかない。貴乃花親方ってどうですか？は自分前の海って、うん、前の海さんちっちゃい人ね、はい、の付き人もやってたんですけど、うんうん、は4場所あるんですけど、半年ぐらいはついてたんですけど、うん、一門がその一門だったんで。あ、貴乃花の？いや、前の海。前の海の、はい、ああそうだよね。前の海一門やったね。前の海の付き人しよったったね。どうやった前の海、いい人やった？うわー、もう羽振り良かったですね。羽振り良かった、はい、もうあの人はすごいですねすごい、はい。修二さんから教わった練習で上手くなったですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。これは多分杉本さんという杉本さん、杉本さん、はい、はい、ありがとうございます。よかったね、うまくなって、うん、結構年配の方なんですけど、はいはい、はい、ハブリーズ。ハブリーズですね。ハブリーズねあ、これなんかティトフトリニダードが出したカード、なんかフェニックスカード。ああ、こんなの作って、あ、これあ、フィルテーラーもう一枚。じゃあ、じゃじゃーん。これなんか、こんな。あ、これかっこいい。これ欲しい。あ。コンドルがいいですね。自分コンドル好きなんで。あ、コンドル好きなんで。はい、もう。これしか投げられないです、自分。コンちゃんよね。はい。コンちゃん、コンちゃん。ね。もうちょっとしたら、なんか最近結構ね、人気になってね。工場一個作ったよね、はい、ラインを作ってもらって、はい、やっと、うん、第1弾が第
その工場から出てきたコンドルがやっと一昨日ぐらい、あ、一昨日じゃねえや、あ、一昨日じゃない、金曜日かな、金曜日に第一陣が届いた。コンドルコンドル、コンドル、コンドル、これ買います。あ、お電話ありがとうございます。焼肉は何人前食べれますか。あ、どのくらいなんですかね。結構、結構行きますね。結構行くよね。ちょっと食べ放題の店が多いんで、うん、あの一人前のお店だったらギャル曽根と戦ったら勝てる。いや、多分負けます。食べると思います。はい、焼肉は、いや、材質はね買えないですよ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。素材はね、やっぱちょっとこう、何、買えません、買えません。もうこの素材はもうちょっと変えれないです。ぶっちゃけもうこれ言ったらあれなんですけど、これしかない。ああ、いや、落ちた時に、はい、落ちたらちょっとフライトとかが傷んだりとかで、もうこの素材じゃないともう絶対長持ちしない。ああ、うん、まあちょっとね、キクラゲみたいになるけどね。出禁になるよね。はい、食べ放題の焼肉とか言ったらもう断られるでしょ。結構睨まれます。店員さんからまたみたいな。いやいや、睨まれるんじゃないっちゃう、それは、はい、それはもうな、泣きの入った遠目に見られるやろ。いや、肉を出すって言ってましたね。もう来た瞬間に冷凍肉を出すみたいな。はい、多分ここまで行くやろうみたいな感じで。いやいや、多分ね、多分ね、食べ放題の焼肉屋さんの肉って全部冷凍肉と思うよ。あ、そうですか。すいません、生で肉食べれますか。あ、全然。え、多分いけると思うんです、自分。ユッケとかも好きだし、こう、いやいやいや、そうじゃないです、坂野さんです。焼肉ユッケはさ、はい、生でも食べれるような肉でしょ。はい、でも生でも多分お肉はいけると思うんです、自分は。健康大丈夫。健康は全然大丈夫なんですよね。飲んでも食べても、はい、全然。あ、そんだけ汗かいても、はい、めっちゃ汗かいてるんですけどね。はい、すごいね。俺もダメよ。ダメですか。俺も米とかあんまり食べれんよ。食べ好きやけど、はい、ラーメン、米、小麦粉とかに、肉はまだいいけど、はい、ダメダメ。そうだね、ビッグラウンドコンドル欲しいね。でも今ね、ビッグラウンドコンドルまで回せないです。もうちょっと待ってください。多分ビッグラウンドコンドルとか、多分今年の暮れぐらいになったら作れそうです。今この普通の無地のコンドルを一生懸命作ってます。それをいっぱい作って、それができた後に印刷に回すのをこうチョイスして。ほんっといいっすよね、コンドル。コンドルいいっす、いいっす。多分俺から相当洗脳されておけやろ。いやいや、いろんなやつ使ってきたんですけどね。フィットとか、エルグラとか、はい、まあまあ、フィットよりいいとか言わないでね。エルよりいいとか言わないで、ね、はい、わかりました。怒られるから。すいません。もう毎度に下ろさねえとか言われる。あ、そうですか。すいません、社長の前で今度で嫌とか。いや、あのね、まあまあ、その嫌って言われたら僕も嫌ですけど、嫌って言われたらね。でもあんまりこだわってないですね、そこは。コンドル好きですって言われれば嬉しいけど、そのやっぱり消耗品やん。そうですね、やっぱこういう製品ってやっぱ好き嫌いって絶対出てくると思うけん、あんまり無理強いはしてないですよね。でもできたら使ってほしい、使ってほしいなとかぐらいかな。うん、まあ使ってほしいな、使ってくれるに越したことはないですけどね。やっぱりちょっとね、あるんよね。そうそう、投げ心地とかもあるから。ただストレスは減ります。はい、はい、TV を見た、あ、今、あ、期間限定、今ですね、すっごい福袋、結構いいですよこれ。すごい、今もうめっちゃ出てます。多分もうすぐ、多分あと何日かで、多分もう多分ストップになると思うんですけど、一応25日までは多分やらんと思うんですよ。
やれんと思うし、商品が全部揃わなくなって、多分ケースが間に合わないのかな。で今バレルが選べる福袋ってやってるんですけど、そこで TVTV を見たでトリニダードステッカー1枚、あ、本当そこまでやるの。まあそこまでやるんやね。ということで今あのまあちょっとあれサイトのアドレスとか出せる、うん、そこに行けばこんなラインナップでやってます。今度使うようになってからあれこれ気にならなくなりました。いいですね、これ嫌味やね。あれこれそうもう考え出したら切りないけどね。デュラン1と3と廃盤、あ確かステッカーはいらん、あステッカーはいらん、すみません、あステッカーなのね、あれテレオンカードかと思った。ごめんごめん、今時あるんすかねテレオンカード。そこ突っ込むのね。ドッグバウンド写真もうないの。ドッグバウンド。そのパソコンで検索するやつ。はい。なんかね、出た UBS 的な感じが。そうそう。テレホンカードじゃなかったよねあれね。さあということでクイズいきますか。クイズいきます。クイズ2問目何する？何がいいですかクイズ2問目な、あこれいいっすよ。もうフィルからフィルのフライトってビビりました。こんなちっちゃいですね。これはフィルテーラーからもらったフィルのサイン入りの、すみませんこれさちょっとなんてサインの時にこうなんつうの跳ね跳ねになったっちゃけど、俺の手って毛深い。この手の毛、髪でも最近なんかねえ京セラがすごいのを出したよね。なんか遺伝子組み換え技術かなんかでハゲがいなくなるんですよ。よかった久子ちゃんがお父さんに参観日来てほしくないって言われる前に俺の髪が生えてくるんですよ。お父さん参観日やだ、お父さんハゲだもんとか言われる必要がなくなったっていうね。知っとった？そうそう。実用化に向けて。これで久子ちゃんから参観日拒否られることもなく久子ちゃんの参観日に行けるというね。これいきますか。バレル当て、これでもフィルテーラーサイン付きのフィルテーラーから僕がもらったんですよ。このターゲット社のフィルテーラー使ってるフライト。こんなこと言ったら怒られると思いますけど、僕ずっとフィルテーラー2時間3時間ぐらい一緒にいたんですけど、で彼とのダーツも見てきましたけど、俺フライト合ってないような気がしましたけどね。飛びがなんかすごいこんななって、そうなんですね、うん、飛びすげえ悪かった。あでもフィルテーラーずっと見てきて、フィルテーラーがブルセパでね2時間お客さんとオンライン対戦ずっとやってたんですけど、それずっと見てましたけど、ソフトだったんで俺浅野翔聖子とどっちが強いんだろうと。これじゃないね。あ俺そうだ、写真まだアップしてなかったね、フィルテーラーの。で浅田聖子とこうイメージしてたんですけど、テンダーツを3回続けてやったりとか、普通にあのオンライン対戦で遊び半分って言ったらそんなことないやろうけど、こうなんかこうペチャクチャ話しながらね、俺たちと話しながら、おーふーとか言いながら、2時間丸投げのブルセパのスタッツが 24.5 だったんですよ。あやっぱすげえと思いましたね。うん、ソフトなんですけどね、すごいすごいです。
24.5 ですよ。浅田聖吾がパーフェクトでのアベレージが 39.5 ぐらいなんですけど、フィブは、40点なんかぐらいのアベレージだったんですよね。 24.5 だったんで、パーフェクト来ても、まあ、前線優勝するとかはいえ、今の浅田聖吾みたいに勝てるかどうか分かりませんけど、パーフェクト出てもまあそのまあ多分ランキング1位はフィルでしょうね。2位が浅田聖吾で、今の順位から言ったら3位が山田裕貴、1位2位がちょっとこう競った感じでしょうけど、はるか離れて山田裕貴みたいな、うん、やっぱすごいです。いや俺ソフトじゃ浅田聖吾もため張るんじゃないのかなと思っとったけど、ちょっと違いましたね。もうトム・エイティの率がもう全然違いましたね。はい、ソフトだったらいい勝負するんやねと思ったんですけど、ひいき目に見てですよ、ちょっと浅田聖吾をひいき目に見ても、ソフトでも多分ブルテーラーランキング1位でしょうね。で2位が浅田聖吾、今のパーフェクト来たとしたらですね。いや練習というかもうだって、あそう、あのギャーリーの子供ね、はい、2歳よ、めっちゃうまいのよ。へえ。でね、まあまあこれまあまあ皆さん知ってると思いますけどあのね、マイコーの大ファンなのよ、バンガーメンのね、はい、で世界ナンバーワンはうちのお父さんじゃないよ。そうなんですか。バンガーメンだよ。でバンガーメンがその勝った時のっていうガッツポーズをやるわけよ、子供が。あ、大好きなんですね。そうで、フォームがもうバンガーメンのフォームだったから、こうあのギャーリーみたいにこうセットアップしスーッとして、ここでちょっと止めてポンと投げるんじゃなくて、もうこうやって投げるわけ、ずっと。で俺が冗談と思って、冗談でそれお父さんのフォームじゃないでしょって言ったよ、それバンガーメンのフォームじゃんって言ったら、でもそれシャフーとか奥さんが言って、フーとか言って、それもの、なんとかなんとか笑いながらね、シャレになんないよみたいな。でもかわいいですもんね。かわいい、はい、自分も。あ、クイズ忘れとった。そうだ、クイズ忘れとった。じゃあクイズいきます。クイズは、はい、このバレルは何でしょう。みんなが嫌な人で喜ぶ人は、トリニダード好きな人用の。冗談通じないですよ。子供って残酷ですね、ある意味。正直で可愛いのが、はい、この絶対対戦相手を決めるわけよ、はい、指さして次お前とやりたいとか言うわけで、じゃあ俺やるねって言ってダーツを持って横に立ったら怒るわけ、後ろだろう、後ろ後ろに行ってすごいまあなんと可愛いんか。可愛いですね。何なんですかね。フィル情報ないの。なんか浅田はなんぼのもんだった。僕は予想してましたけど、浅田聖吾はね。ただあのこんなこと言ったら悪いですけど、そのやっぱ大リーグと日本の野球で、日本の野球が大リーガーに勝てなくてもうしゃあないなと。サッカーがその世界チャンピオンになったポルトガルと日本サッカーやって、勝てないからお前ら何やってんだ、ダメだとか突っ込まないでしょ、しょうがないな。ニューヨークヤンキースと巨人が試合して、お前らなんで勝てねえんだよって言わないのと同じ。うん、しゃあないです、もうほんとしょうがないです。うん、浅田緊張しすぎ。いや緊張っていうか、もう本当に実力の
差だったですね。だこれあとどうやって縮めるかはやっぱりこれからの、あ、もう当たりました。あ、当たった、すげえ、これで当たったこれ、そうですね、俺はこれあれかと思った、ロペス1、違うね、あ、これデュラン3、デュラン、ね、え、薄めて、これ、え、これ、使ってるやつですか、え、これあれやん、バレル、はい、バレル2、あ、バレ、あ、バレル1、あ、バレル2って言ってしまったね、バレル2もうすぐ出ますからね。あ、本当ですか、出る出る、あ、これの伏線なんや、もうすぐしたらバレル2が出ますよみたいな、皆さんに植え付けようと思ってうわぁ、商売人やな。じゃあ正解していきます、はい庭の人キラー2016、あ、庭の人、ほら庭の人ではない、はい、これ本当フィルの本当にサインなんで大事に、はい、冗談が通じない、本当冗談、ガーウェンのサイン、あ、ガーウェンのあのサイリウムってあれなんかニコ生で、あ、ニコ生じゃねえや、フェイスブックだ、フェイスブックで社長のレプリカじゃないって言ってて、俺はなんかサイズがちっちゃかったんであれはレプリカだよって言ってたんですけど、あれどうなんでしょうか、なんか星があるとかないとか言ってましたね、ガーウェンの、はい、だからあんまりそのなんていうかな、あの本当ソフトだったらもうちょっと接近するとは思うんですけど、あんまりそのまあちょっとちょっとまあその無理ですよ、まだ無理です、はっきり言って無理です、あのティトで、あ、これね、これでちょっと後ろ見して、後ろもう他の後ろでなんか星があるとかないとか、他、あ、これなんか星が俺の入ってるからレプリカじゃないって誰か言ってたんですけど、あ、本当にこれバンガーレンの側近の人が送ってきたんですよ。実はバンガーレンがティトに来る予定でだったんですよね。で、ただその格安ができないって言われてたんで、ただその日本でバンガーレンのモデルを一番扱ってくれてるお店とか業者があるから、そこにバンガーウェン行かないかっていう話になったらしくて、バンガーウェンは時間があれば行きたいって言ってくれてたんですって、話を総合すると、それで行くっていう話になってたんですけど、多分バンガーウェンはあのちょっとぽっちゃりの可愛い彼女と多分日本観光楽しんでたと思いますよ、多分。なんかこう口喧嘩してましたもんね、でもこういろいろこう見てましたけどね頭はバンガーレッツゴーセイ、かわいいですね、かわいいよ、めっちゃかわいい、はい、浅田は不調、いやいや不調じゃないですよ、うん、不調ではないと思う、まあその去年のねいい時の切れ味じゃなくても、うん、そんな不調とまではいかないですね、あ、ちょっとあの応援がちょっとね、次回はちょっと考えてほしいですね、やっぱしんどい、やっぱ投げてる時なんで、セットアップ入ってこうやってる時にはちょっともうちょっと配慮あってほしかった気がしましたけどね、うん、レッツゴーセイゴーとかね、あ、5分、あ、早いですね、で田畑君は先々どこ目指してるの、PDC、 自分はハードが大好きですね、ハードうまいよね、ありますか、あ、そうです、ハードは大好き、この間アベレージで70ぐらい打ってたよね、あ、そこまで打ってなかったかな、70ぐらい打ってたよね、26、7ぐらいですかね、だけど26、7か70、70ちょっと、あ、
いや26、7だったら73とか4いいやん。すごい、うまい。あどうすもう一生懸命練習してます、お店で。浅田樋口に負けてた。まあ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 、でもなんかでも4戦中3勝してたでしょ。まあいいんじゃないですか。あそう、いやでも状態はその前のようなこう縦がっちりいい時は横ずれがなかったんですけど、まあ多少横にもこうばらけてた気がしますけど、まあまあですね。カードもう一枚、あもう一枚あります、もちろんカードフィルのカード、そうだまだあった、これが。いやーこれ熱いっすね、フィルテーラー。でもフィルテーラーって僕あの一番最初日本に来た時に、あ一番最初は2回目か、あ一番最初に日本来た時はなんつかな、横浜で、ジョン・パートか、ジョン・パートがすごい日本人の女の子が好きで、もう日本人の女の子とお姉ちゃんの飲み行きたい、飲みで行きたいってなって、そうそう、2000、もう何年前かな。で、その時確か俺、ちょっとお供してくれって言われて、フィル・テーラー確か奥さんが彼女かなんかと来てて来なかったんですけど、その時は別れたんですよね。で次に日本に来た時が愛媛、その時は密着、もう丸2日3日密着してて、その時仲良くなった、まあ、フィル・テーラーと仲良いって言っても、でもまあ日本に来たらこのハゲ前もいたなぐらいの感じ、うんでもなんかこうフィルテーラーもよく覚えててくれて、こうウォークオンの時に俺の帽子パーッと取って自分で帽子かぶってウェーってやってました。へえ、絶対できないですね。うん、社長の帽子は取れないです。いやフィルテーラーやけど。いや別に取ってもいいよ別に。あ本当ですか。本当ですか。いやすいませんすいません。ということで、あと浜田君も頭大丈夫。頭ちょっと来てるんですね。一応してる。あやばいよ、ちょっとじゃないそれ。えだからちょっとスキンヘッドしてたんですけど、社長と一緒に。あそう、はい、あこれちょっとじゃない、はい、あ今ちょっとショックやった。ちょっとショックやったですいや大丈夫です、はい、山田と同い年ぐらいは、ヤンマーの方が一つ下です。一つ下か、はい、ヤンマーよりちょっと進んでるね。そうですね結構こうハゲやんて、はい、あーって、あいや大丈夫です、ハゲで。ハゲいいやん、ハゲね、いいよいいよ。フィルの後ろに名前を書いてほしい、うん、あフィルの後ろにフィル・テーラー、あえフィルの、まあ、カードの後ろに書いてほしかったって。ジョンふざけ、そうそう、ジョン・パートすごい、もうあの人病気、あの人もう好き、ハゲですね。私はなぜハードの方が20と早い。そんなことないと思う、ソフトの。そうですね。星野光正と、いや星野光正と、あ星野君と会ったのは多分だいぶ後ですよ。一番最初僕会ったのは2004年とかです。ああ2004年よ、そうそうそう、あ2004年とか。自分もやりたいですね、フィルテーラと。あ本当、はい本当やりたいです。今度出ればいいやん、はい、ちょっと来年ひょっとしたら。でもフィルテーラーっていうか今の旬は、はい、やっぱマイコーか、はい、やっぱギャリーよね。ああやっぱギャリー、あティトショップで、はい、これギャリー・アンダーソン、もうねそのね、もうその日本人がしょぼいとかそのよく言いますけど、あの僕ずっとこう見てたで、ギャリー・アンダーソンウォーミングアップね、はい、最初に3投投げて、はい、60投げて、はい、ちょっと17投げてって感じでやってて、はい、でその次ねウォーミングアップでブルーを打ち出したわけ、はい、5スロー1投も外さなかった。へえ、
へえ。ウォーミングアップだよ。はい。要するに、もうダーツはお友達。これ誰か言ってたね。そうか。これキャプテン翼。キャプテン翼ですね。ボールはって。そうそう、ボール、はい、そう。ダーツはね、もうダーツを自在に操る。はい、だってファイブスロー全部入れたのよ、ウォーミングアップで。はいはい、すごいですね、それは。で、ソフトのボールじゃないからね。はい、はい、そうですね。こんぐらいだよ、こんぐらい。すごい。TV フィル見て気づいたことは、フィルはすごいグリップを大事にする。はい。グリップ握ってって言って、グリップ握って。はい。そうするでしょ、はい、普通はこんな、はい、こんなサッとするでしょ、はい、だから俺グリップ握ってって言ったら、グリップ見せてって言ったら、フィル、はい、立ち上がってね、はい、こっから下、はい、そしてこう、こっからグリップ見せてって言ったら、立ち上がってこうこんな感じした、はい、立ち上がってえっと思ったさ、あ、この人すごいグリップ大事にしてんだと思って、で写真がボケだろ、はい、写真がボケだというかちょっと近かったけ、はい、ちょっとぼやけてっつって、はい、もう一回見せて言ったら嫌そうな顔して、またかよお前で、またこっから、はい、こっからよ、こっからこっからこう見せてくれた。あ、フィルはすごい偉い、偉いというかすごいグリップを大事してるし、皆さん、俺も最近ちょっと気づいたことあって、はい、グリップってやっぱここで作るとかじゃなくて、この動きで、例えばこの動きでこう自分のルーティンっていうのを作んないだろうと思った、はい、こっからもうこっからグリップ大事なのかなと思って、そうですね、ここもうこう、ここがすごい大事にしてたね、フィルは。あ、すげえと。あ、やっぱ大事なんだと思って。こう、こう、はい、グリップですって感じじゃなかった。あ、オッケーオッケーオッケー。オーライ。って言って、こうやって。で、こう、って見て、ここはそっからみたいな。みたいな。なんと長い旅路みたいな。いや、これでいいんですけどってパッと見せてくれればいいんですけど、オッケーオッケー、オーライ。って言って。なんかこう。でした。で、もで写真ボケだけもう一回してったら、はい、みたいな。いや、そうなんだ。もう一回。っていう感じが、すごい、そこはなんかちょっと奥の深さを感じた。ああ。うん。あ、そうね。いつもボケたらにぎにぎしてる。おお、みたいな。田畑さん、世界目はギャーリーと同じだし。あ、ギャーリーと同じだし。あ、まさかのキャップツバ。キャップツバって何？あ、キャップツバ、これね。あ、いや、今来て書いたわけね。あ、こう。キャプテンいや、すごい。あ、そう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 、キャプテン、そうそう、キャプツバ。もう本当ダーツが自分の体の一部。あ、ダーツ簡単、俺よく言うやん、パールの試合で。あ、そうですよ、ダーツ簡単やねん。そのね、さらにね、もうね、ダーツは、もう自分の指とか、手の一部。はい、もう自由自在。いや、あれだけのことができるけん、やっぱり今世界でギャーリー・アンダーソン。はい。今はっきり言って一番強いって言ったら多分、まあ、マイクル・バンガーエンと思うけど、俺はバンガーエンじゃないと思う。この間試合見て、まあたまたまずっと一回戦から見たけど、バンガーウェンじゃないと思うね。やっぱ、ギャリーなのかなと。ギャリーですか。すごいなと。やっぱりバンガーウェン、俺はもうあのフォームはもうその、バンガーウェンじゃないとできないフォームやと思うし、その分なんか俺もバンガーウェン自体に負担が大きいのかなってちょっと思ったけどね。あのフォームで正確性、まあそれよりも俺は、19歳でバンガーウェン知っとうけん、はいはいはい、そのイメージは抜けてる、うん、パーフェクトでさ、ホテル帰ろうとかさ、はいはいはい、ベッドが小さいんだよみたいな、ホテル帰ろうって言ってきたからね、バンガーウェン、あーみたいな、この19のミソラでそんなこと言うのみたいな、
自分も今日泊まってるとこちょっと狭かったです。じゃあ帰るって言った。はい、いや帰るっつってない。ギリギリ寝ます。ギリギリ。足首出てる状態で。はい。東京ダーツマスターダイジェスト、どうします、東京ダーツマスターダイジェスト 見ます、せっかく作ったんで見ますか。じゃあ見ます。なんかすごい時間が長いね今日ね。見るへいらん、あいらん、はい、ギャーリーパンミピャン、じゃあ 見ようよ、見ようよね、せっかく作ったんで。これ去年やろ。ワールドシリーズなのよね。おお、これアストダギャーリーだ。おお。音解説あの人。あのボクシングの。おお、おうちのマスミ、マスミ。かっこいい。かっこいいですね。見た？はい、見ました。あ、この試合見た？はい、見ました。やっぱかっこいいなー、チノマスミ。ヴァンガーゼ好きなんで。ヴァンガーゼ、ヴァンガーゼ、ヴァンガーゼじゃないですか。ヴァンガーゼ、ヴァンガーゼです。タマトさん土曜日は出るんですかって。土曜日ですか、うん、あ、今週土曜日だ。京都、京都の日程も覚えてないと、はい、すいません。俺さ、本当失礼だったのが、ケイタやったらひょっとしたらバンナフェルドに勝つんじゃないのとか。あ、本当に失礼だった。いやでもね、あ、バーニーね、めちゃくちゃうまかったですよ。あの ティトのイベントに来てもらったら分かると思う、めちゃくちゃうまいですよ、やっぱりもう半端ないです。ただ糖尿病で相当苦しんでて、ピーター・ライトね、今年は旋風巻き起こせなかったな。なんか僕めっちゃ好きだったのがエイドリアン・ルイス好きだったんだけど、なんか伸び悩んでる感じしたね、イライラしてる。ピーター・ライトも俺今年は知事に来て、知事って言ってチズネル、はい、に期待してたんやけど、ハゲじゃなきゃダーツはうまかった。失礼な。じゃあハゲます、自分ハゲます。憧れてるんですよこの、はい、もう この人、はい、日本来た時はもうハゲとったもんね。ああ、でもハゲがうまいっすねダーツは、はい、自分思いました思った、はい、圧倒的ハゲ率、はい、絶対ハゲた方がいいです。喧嘩してましたもんね彼女、なんか口論してましたもん。このなんつうんかな、このなんつうんかな、ギャーリアンズ、この近くで見たらもうビビるよ、はい、あ、そうですか、ほんとすごい、もうね、ダーツが体の一部。うん、すごい性格がね、はい、温和、この人、うん、ハゲと交換にダーツの腕上がるならダーツの腕いらん、ハゲと交換にダーツの腕が上がるんなら、要するにハゲ
俺も俺もそれ同意、激しく同意激しく同意。安速はね、あのバアンダーソンそんな速くないですよ。もう山田とかよりは全然遅いです。はい、どっちかって言ったらこう手綺麗に飛ぶ感じ、あ、うん、綺麗に飛ぶ感じだな。何かを得るために何を犠牲、そうね、ハゲどうハゲじゃあダーツのレーティングが俺が17から7に落ちるとして、7に落ちるけど髪が生えてくるで、それとも24にするからもっとハゲる、どっちがいい？私は上手くなりたいです。24の方がいいですね。僕も上げてもいいです。はい、でも24でしょ。はい、24ですから。じゃあ別にいいじゃん。はい、じゃあ逆に今と変化なくて髪の毛だけなくなるのがいいわけ。はい、わ、変化ない方がいいですね。今のままがいいです。今のままで。いや、もうそれ以上目指してるんで。目指して、はい。じゃあ28でバンガーウェン状態と、はい、24で今どっちがいい？でも28の方がいい。もうハゲた方がいいです。はい、それそうよね。ハゲたいです。そうそうそう。俺もハゲたいです。はい。いや、このなんかわけのわかんない人、はい、ここにほらね、髪が抜けるほど激しい練習。決勝はすごかった。決勝はすごかったっす。すごいすごいです。ハゲ以上の世界を。いやもう。じゃあね。はい、じゃあ。30、はい、レーティングが30になって、はい、頭蓋骨と、はい、25で、はい、バンガーレンどっちがいい？もう皮膚がなくて頭蓋骨だわけ。それいや、それバンガーレンバンガーレン25のいい、25のバンガーレンを取る、はい、ちょっと原型を。もう俺もうここまで来てるけど別にもう頭蓋骨いいからな。そうですか。もうそれはそれでいいのかなみたいな、はい、いやねえ、田畑君ね、今日ねすごいなんかもう、はい、酒も弱いんやろ。酒はいや一生ぐらいは楽勝やろ。あ、行きます。はい、全然行けって言われたら行きます。はい、行け。お店では飲んでます。はい、結構、はい、一生行けても楽勝で、テキーラ1本はこの前周年が3周年だったんですけど、その時はあのジョッキーっていうかあのビッグジョッキーみたいな、テキーラ、はい、1本飲みました。え、いやちょっと吐き出したんですけど、もうその場で飲みました。すごい。でテキーラ1本、はい、1本飲みました。今やって、あ、今ですか、今ですか。今はちょっとめちゃくちゃなるかもしれないですね、ここ。いや目の前に公園があるんですけど、うん、そこでちょっと寝てたら警察官が来て、ちょっと中金切りますよみたいな、軽自動車みたいな、軽自動車扱いしますよみたいな感じで言われて、それいけねえ。いやいや本当に来たんですよ、警察官が。え、中金切るって。はい、中金切るって言われて、でもうちょっと寄せてください。レッカー移動どうなるわけ？レッカー移動はあの お客さんたちでされました。あ、そうですか。はい、すいません。レッカー移動こう車はあれ来るのかな、はい、はい、車と一緒にされました、軽自動車と。はい、そういうことが本当に警察官に来たんですか？本当、はい、俺本当、俺まあ、7、8年前かね、はい、まあ、10年ぐらい前か、はい、テキーラ1本飲んだことあるけど、は、うん、4日酔い。ああ、よそうですね。3日酔い、3日酔い、はい、もう無理無理。一応次の日も開けたんですけどね、ちゃんと。そう、はい、ちょっとガンガンしながら、はい、そうなん、一回俺もてっきり何回だ、あの青い酒何やったっけ、あれ、あ、タランチュラ、タランチュラですね、はいはい、伸びよかったんです。違う青い酒、タランチュラ、タランチュラ、臭いのよ、はい、なんか飲みやすい感じの、いや薬草が入ったやつ。ああ、青ですか？うん、青い。ズブロッカ、ズブロッカじゃへん、薬草、何回だ、サルチャルトリです。ああ、そうそうそう、うん、あれ7、8杯飲んで、トイレになんか知らんけど、トイレに入ったわけね、俺が。
で、なんかティッシュペーパー体中に巻いて何回なんですよ、俺フランケンしてたら背中とかやと思ってとティッシュペーパーまみれになってトイレが出されたけど、ね、こうやって何をしてるんだと思って俺はみたいなそうそう、もうダメやね、あれキラーちょっと怖いですね。ということで、はい、じゃあフィルテーラーいきますか、はい、2人カウントアップできますか。あ、お願いします。クイズクイズ、2人の合計点、ちょっとセッティング戻します。はい、あ、セッティング戻して、はい、一緒ダーツ。あ、ダーツ一緒です。フライトは、フライトは自分は、ダイヤとか使ってたんですけど、今なんすかね、まあ、何ティアドロップ、あ、ティアドロップ、ね、あ、ティアドロップのロングは一番ちっちゃいのは S を使ってます。 S、 あ、短い方が近いね。あ、ほんとですか。ほら、あ、短いですね、そっちも。俺はスリムの S、はい、あ、でロッキー、あ、ロッキー、もうロッキー最高です。そうなんですよね。いやでも2000でいくと思うよ俺が900、高田君が1100。ちょっと頑張ります、ちょっと頑張ります、やります。これフィルテーラー、これね、あ、16って書いておんねん、 なんだろう16って。16って2016、あ、2016って意味ね。いや、フィルテーラーってなんか背中がこんななっとっちゃうんだよ、はい、なんかね、何回なと思って。無理、はい、無理、騙されんなちょっと練習させて、ちょっと、はい、最近さ、ちょっとなんかちょっと練習しよう、何度か。え、あ、重りとか入っとうの。あ、重り、はい、ちょっと重い方が好きなんで。重くしとった、はい、もう適当で、はい、はい、ちょっと改造バレルでした、すいません。うわ、ダメだ、ノーブルですか。でか、あ、いや、あ、さっきあれの投げだけやろ。いや、結構飲みすぎましたね。あ、ポスターちょっとあれしてよ、ポスターちょっとあれせないからね、ポスター、ポスター、いい、あとでしょ、ポスターこう写して、これ、あ、ポスターせないからね、買った北海道ダーツフェスティバル9月11日で、来週が7月18日が僕と田畑君が組むフェニックス、はい、西九州大会、お願いします。そして8月21日熊本やりますよ。シャッフルポスター、あー、シャッフルのポスターこんなとこにある90% ウェイトは 21g で、45mm で、一番太いところは 7.4mm 銀皿、これ今大人気、アルミケーススリムで、ヤドカリ付きのルーム先行発売、銀皿住吉、シャドウ相変わらず人気っていう感じですね。あれいいよね、やばい、え、あ、いいよ、いいよ、いきますか、じゃカウントアップ2人の合計点、ちょっと、あ、なんかどうしたの、大丈夫、はい、大丈夫です。目標2000点、2000点ですね、はい、やります。僕が900、田畑君が1100。お、よし、いきますか。え、僕からいいですか。はい、はい、じゃあいきます。じゃじゃじゃん、今日も皆さんに TV ダンスを見せれますように。自分は新しく考えてます。え、考えた、はい、なんかやってくれる、はい、その前に出るようにね、はい、出るように、すいません、
はい、あの人ね、多分ね、あの、なんとかの、はい、あの、なんとかの人ね、ふりかけ親方、ちょっと、ふりかけ親方ね、ふりわけですね、すいません、すいません、今のボケね、はい、今のボケだね、こんがして、あったあった、こうするやつですね、親方、ふりわけ親方ね、はい、元気の時です、ね、高見盛りね、高見盛りです、はい、ちょっと相撲つながって、いやーうめえ。な何今何今。振り分け親方。振り分け親方ね。相撲をつながって。次は誰でしょうかね。次は。関取は。関取なんかあるんすか。いつまでも高見盛りね。あじゃあダメですね。誰かあったんすか。あー、決勝くそ、悔しい。はい、ということで締め切りました。ペース的には悪くないっすよ、悪くないっすよ。うまい。水戸泉しますか。すいません。すいません。すいません。水戸泉来た。はい。水戸泉です。そしたら社長も行ってくれるかも。あ、行ってくれます。お相撲さんシリーズ。お相撲さんシリーズなんかあるんですか。ちょっと考えたやつ何の方だとお前。もう考えてしまった。ああもうやばい、やらかした。ああうまいな。さすが、さすが24。考えたらダメですね。くそ。あお前ふざけやばい、考えるつもりでない。いやまだ大丈夫、はい、マジ考えてしまった。よし、きしょう。やっぱいつものパターンか。
お願いします。 TV ダンス祭を見せたい。もう死にたい。やっぱダメやった。すいません。どうぞ。あれこれこれ。はい、ということで何が200点だ。くそ、1622点。どうもすいません、僕がやらかしました。いいえ、TV は700が平均。そうなんです。ちょ一回勝負しようか。はい、お願いします。よし、お願いします。はい、はい、残り3分ということは、じゃあパーフェクト、パーフェクトモードな、50パーフェクトモード、俺先行。はい、お願いします。よし、50パーフェクトモード、もう正解者の人にはしれっとそのまま早く集計する、早く集計する、あと3分じゃ。知らんぜ。頑張って来年パークで出たいっちゃけどね、俺も。延長だ。あ、集計終わらん、はい、終わらず集計。あー、ナイス。あー、ちくしょう、隣。はい、正解の方、オークマッチ、オークマッチやん。オークマッチおめでとう、送ります。やば、押されてきた、ちょうどここ。脳天や。
あら、こういうやったの。ちょ、70繰り消しよう。メドレー。ちょ。お願いします。いや、これ今度こうく。最初はグー、じゃんけんし。こうく、こうくた。ちょっと悔しくなってきた。闘志に火がついてきた。ちょっと待って、ちょっと落ち着け。マスアウト、はい、お願いします。これで、あれですね、西九州ちょっと西九州ちょっと練習は練習、はい、ちょっと最近投げてない投げてないファーストセカンドどっちか決めました。あ、どうぞ。じゃあファースト。あ、俺らのファースト。あ、違う、タブタブね。え、な、え、なんか出さんと。あ、だ、出していいですか、これ。当たり前。ナイス。ありがとうございます。ちょっと優勝せないかんとよ。はい、優勝します。やっとって言ってた。ちょっと激しかったね。フラストレーションが溜まっとったけど。ナイス。お、運動神経がいい。そうそうそう。すいません。警戒。
みゃよし、お願いします。それ頑張れ。ちょっとおしっこしたくて飲みすぎですね。我慢してもらうんで。はい。おしっこしたくなった。はい。いやいや大丈夫です。いやいいよいいよ行ってきて。ちょっとブレが大きいな、横ブレダメだな。すいません母ちゃん。あ、大丈夫です、頑張って。いや、行ってきていいよ。はい。あー、チキショー。うわ、ここちゃんと入れてくるもんな。よし、これからこれからまだまだできる、俺はできる。ビッグラン、ビッグラン、チキショー。ちょっともう一回しよう。ちょ今度ちょっともう一回。ちょっともうもう今のは俺じゃない。本当の俺じゃない今の。もうちょっと先行やらして。もう本当の俺を見せる。あもう映ってない。トイレ行ってきていいよ。映ってない。いやいやトイレ行ってきていい。あいいですか。大丈夫。トイレ行きやがった。トイレ行く方が悪いけどね。40秒ルールやけど。40秒ルールに引っかかりました。言っとったね、ちゃんと。よっしゃ。1、2、3、4。いや、40秒ルールやけ。
40秒で3とファウルスロー。しゃあ、なんかこうリズムがいいよね。今の運動神経が分かる。運動神経良かったやろ。はい。多分分かる。それ。カズダンスです。だろうな。カズ。ちょっと上がってきた。おお。なんか面白くない今の。面白くない。しかも3 in the Phoenix Eye やったよね。はい。次出したらひっくり返ります。ということですか。え、前転します。前転します。ナイス。ナイス。しゃしゃ、お願いします。ワンレグ取ったぞ。ビーグラーくそ。ああ、またやった。ダメだな。やっぱ大きくなる。俺も動かんもん。あ、そうですか。やっぱ内臓を重くしたらいいよね。はい。あと体重とですね、内臓がいいよ多分。あ、内臓がですか。内臓を重くしたら動かんと思う。
内臓や内臓。まだわからん。ナイス。ちょっと上がってきたな。はいよ。はい。上がってきたぞ。いや。そんな何回も見過ごしてくれんやな。よっしゃー。最初はグーじゃんけんし、先行で繰り切れお願いします。お願いします。ここ来るもんな。怒らした。3本目いいやな。集中力あるやろな。ナイス、ビッグラン。ありがとうございます。悔しいな。
にゃもう一回もう一回いい、はい、じゃあもう一回ちょっとあ放送しようとまだえマジでもう一回ちょっとお願いします。じゃあ先行いかしてもらう、はい、悔しいな今のなんかコークの予兆もなしに帰ってチキシオ映っとった変わってますね。なんか息がハーハー聞こえるんじゃけど後ろからハー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 聞こえるんじゃけど心臓大丈夫ハー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 息が聞こえる怖い心臓疲れちゃいました四股踏んじゃいました。
ナイスだすごいっすね。ナイス。お願いします。あとがないじゃん、あとが。もうガチ勝負やん、ガチ勝負。あ、もう放送終わり？もうすいません、もうこのまましれっと終わりますんで、ちょっと勝負かかってますんで。何、先ラギ？いや、なんか社長は清丸世代みたいな話。要するにバナナ世代とかマンゴー世代。何ですかそれ。俺は藍染め京子世代。知ってますけどね。初代みたいな。元祖みたいな。俺の親父は関根京子世代。知らない。関根恵子。知らない。なんかおかしくなったもん。また余計なことで。177でもうなんか全てが終わったって感じ、今日の一日が。トレーシー取った。トレーシーローズ。でもなんかその世代でそこが強調されるってのすごいよね。10秒前ですか。どうも皆さん、今日もだらだらと2時間、今日最長よね。最長。なぜか、あ、なんで最長になったんやったっけ。